じゃあ、どういうふうに SNS で集客をしていけばいいのか、ね、月に50人、100人と安定してね、無料で集客していくためにはどうすればいいのかっていうところで、今回このインスタグラムの話っていうのをね、最後にさせていただきたいと思います。で、うちは結構この珍しい業界で、まあ、LINE アット、メルマガ一切使わず、LINE と SNS だけで月3000万以上という売り上げを安定して上げてるっていうところで、もう業界トップクラスのね、売り上げです。で、逆に LINE だけ使ってここまで売り上げ上げてるような、この業界の人たちって多分、弊社以外いないんじゃないか、もしいたら逆に教えてほしいぐらいなんですけど、まあ、いないですね。で、うちの強みって何かっていうと、自社で100アカウント以上 SNS を実際運用してきた実績があるっていうデータと、実際 SNS 業界ナンバーワンと実際に言われている、その、メソッドですね、体系化されたメソッドを元にして、実際皆さんにそういったノウハウをお伝えできるから、うちはどの業種の人でもある程度結果を出させられます。もちろん、看板の塗装屋さんとか、この業種の人にはちょっと結果出させてあげられませんっていう場合は、正直に僕らもお伝えはしてるんですけど、相当ニッチなジャンルでない限りは、ある程度、インスタグラムでね、しっかりと結果を出せます。で、必要がないものだったらこの4つ。まず、一眼レフカメラいらないね。で、プロ並みの加工スキルいらない。で、ツール、インスタ映え不要です。まあ、ツールはよくフォロワー増やすためのツールとか売ってきてますけど、ツールとかフォロワー購入って絶対皆さんやめた方がいいですよ。ツール使ったりとか、なんでかっていうと、エンゲージメントが下がるんですよ。エンゲージメントって何かって、まあ、お客さんと親密度ですよね。ツール使ってフォロワー購入したお客さんって外国人とかが増えるわけですよね。ってなると、1000フォロワーいて、そのうち500人が自分の投稿にいいねしてくれてるっていうパターンとね。逆に、9000人フォロワー買いました。で、1万フォロワーいます。9割外国人。で、自分の投稿につくいいね数は50人だけ。どっちが、エンゲージ高いかって言ったら1000フォロワーしかいないけど500人アクションしてくれる方なんですよ。で、そっちのアカウントの方が濃い見込みのお客さんが集まるし、エンゲージメント高いから投稿がハッシュタグの人気投稿に乗ったりするんですよ。で、そっからまた新規の流入が入ってくるから、やっぱりフォロワー少なくてもいいからエンゲージメントめっちゃ高めた方がいい。ここがやっぱ本質ですね。だから、やみこもにそういうツール使ったりとか、フォロワー買ったりとか、そういうのしなくていい。で、インスタ映えも基本的には不要です。で、まあ今、インスタグラムはこれぐらいの人に使われていて、実際エンゲージメントで言うとですね、これ実際うちでテストしたんですけど、Facebook とこれ、いいね数の差ですって見たときに、同じ労力で Facebook 運用しても、やっぱインスタの方が10倍反応いいんですよ。で、Twitter に関しては、同じ容量で、同じ投稿数と同じ労力で、運用を大体2週間ベースでやった時の結果なんですけど、まあ、ツイッターの84倍、インスタグラムのがやっぱエンゲージメントが高いので、すごいやっぱコミュニケーションが取りやすいし、お客さんと仲良くなりやすい媒体なんですよね。で、さらに言うと男女比も半々ぐらいと。で、別に今もインスタって若者向けツールではないので、50、60代の人もバンバンインスタは使ってると、まあ、いうふうな時代になってる中で、どういうふうにしちゃ SNS で早く教えてくれよとね、フォロワー増えていくのかっていうことなんですけど、基本的にインスタフォロワー増やすにはこの3つのメカニズムがあります。これぜひ皆さん覚えておいてください。めっちゃ重要です。1個目。おすすめ。2つ目。検索。3つ目。フォロー。もうおすすめ検索フォローと覚えておいてください。おすすめ検索フォロー。インスタグラムでフォロワーが増えるメカニズムっていうのは、基本的にはもうこの3つしかないんですよ。おすすめ検索フォローね。で、いや、どういうことやねんと、まあ、言う人もいると思うんで、ちょっと画面共有します、今日はね。ちょっと僕のこのスマートフォンで画面共有しますけども、ちょっと恥ずかしいんでね、あんま見せたくはないんですけども、まあ、そんな変なの入ってないんで大丈夫です。一応、ここに、まあ、LINE アットのアプリと、このインスタグラムのね、アプリがあるんです。このピンク色のやつが、インスタグラムってアプリです。ね。はい。いや、知ってるよっていう声が聞こえてきそうですが、まあ、これインスタ開きます。開くじゃないですか。で、まあ、これは昔ね、運用してたこのペット系のアカウントで今ログインしてるんですけど、この、じゃあ、アカウントのフォロワー増やしていきたいんだってなった時に、さっきの副社とおすすめ検索フォローがすごい重要って話をしました。まず、おすすめ検索フォローの検索から話していきますけども、検索っていうのはどこかっていうと、下にね、なんか、おうちマークボタンがあって、虫眼鏡みたいなマークがありますよね。で、なんか、動画マークみたいなやつがあって、で、なんか、カバン、ショッピングバッグみたいなマークがあって、で、アイコンマークがあると思います。まあ、基本的に、ボタンが5つあるなぐらいで OK です。で、その、右、左から1個横、このね、虫眼鏡マークを押してください。まあ、押してくださいっていうか、皆さん、見といてください。とりあえずね。虫眼鏡マークを押しますと。そうすると、上にこの検索窓っていうのが出てくるんですよ。で、ここで、まあ、クリックしますよね。まあ、例えばですけど、まあ、ダイエットとかで調べるわけですよ。ダイエットとかね、実際に調べるわけですよ。で、それで、まあ、ハッシュタグ検索したときに、まあ、なんでもいいです。これクリックすると、まあ、ダイエットに関連する投稿っていうのが出てくるわけですよ。で、ここで、皆さんがもしダイエット系の投稿してたら、それがこの辺の人気投稿、もしくは、最近投稿したら、この最近っていうところのトップに上がってくるんですよ。ね、これ、ほら、17秒前に投稿されましたとか、
最近の方は、新しいものがどんどん優遇されるんで、ここにまあアップされますと。で、こっから、クリックして流入されて、ここお客さんがこの投稿いいな、もうちょっと読んでみよう。あ、なるほどね。すごいいいな、この投稿。勉強になるな、と思って、この青いボタン、フォローマークを押してくれると、この人にフォロワーが増えるわけですよ。っていうのが、まあ、検索からの流入です。簡単に言うとね。で、次、おすすめからの流入って話をします。おすすめからの流入って何かっていうと、この検索窓の下にある、ここの投稿の一覧です。これって結局何って思った人いません？あ、この一覧って何って思った人。これが何かっていうと、あなたへのおすすめと言われる欄で、まあ、いわゆるですね、まあ、このアカウントは猫ちゃんのアカウントなんで、まあ、猫系のアカウントを、インスタグラムの AI が自動的に、このアカウントは猫が好きだから、この人はね、猫のアカウントをいっぱい表示させてあげようっていう感じで表示させてくれるんですよ。自分がフォローしてない人であったでしょうね。だから、いつも例えばあれですよ、まあ、男性諸君でね、あの水着の女の子ばっかりインスタグラムで見てる人っていうのは、多分そういう写真がね、あなたへのおすすめに出てくると思いますし、逆に例えばあれですよ、ラーメンがすごい好きで、ラーメンの投稿いつも見てますとかっていう場合とかだったら、ラーメンの投稿がいっぱい出てくると。もう基本的に僕が皆さんのインスタにログインをしてですね、あの虫眼鏡マークをしたら、皆さんがどういう投稿いつも見てるのかっていうのが一発でバレてしまうっていうね、はい、まあ、話なわけですけども、このあなたへのおすすめの中で、ポーンって表示されるわけですよ。まあ、例えば僕がね、今日、じゃこの猫の投稿したとするじゃないですか。で、この猫の投稿したときに、今日、このズームに参加してくださってる皆さんの中で、誰かのですね、インスタグラムのあなたへのおすすめ欄に僕のとこが日本中のとこからにポーンってやっぱ表示されてるわけですね。で、そっから、あ、北野さんってこういう投稿してるんだと思ってフォローしてもらえると。まあ、いうのが、いわゆるおすすめからの流入。これが二つ目の流入経路ですね。二つ目の流入経路。まあ、これがいわゆるハッシュタグの人気投稿トップからの流入。で、おすすめは今言った流れで流入して、自分のことをフォローしてもらうと。で、三つ目のフォローからの流入ってのは何かっていうと、もうこっちから意図的に相手にフォロー申請することによって、まあ、フォローバックもらうってやつですよね。はい。まあ、よくあるやつです。まあ、ポスティングみたいなもんですよ。ピザーラのポストに投函して、一部の人から反応あるみたいなね。話と一緒です。まあ、フォローしていって、フォローバックもらう。まあ、基本的にこの3つしかないです。で、あと例外としてあるとしたら、コラボ戦略ってやつですよね。フォロワーがめっちゃ多い人と一緒にコラボしてとか、インスタのストーリータグ付けしてもらって、そこからドサーッと流入して、流してもらうとかっていう、もちろんやり方はあるんだけど、まあ、ちょっとハードル高いんでね。基本的にはこの3つ。この3つで、全然半年で1万フォロワーいけます。半年で1万フォロワーいけます。で、いうことです。やっぱポイントは、まずね、インスタグラムで人に知ってもらう、情報発信して知ってもらって、興味持ってもらって、自分のアカウントにね、あ、北野さんってこんなアカウントなんだ、興味を持ってもらって、ここで私がフォローするアカウントはこの人だって思ってもらわないといけないわけですよね。思ってもらわないといけない。ただ、さっきも言ったように、もう集客したいのはフォロワーを増やすなと、やみこみね。やみこみに増やすんじゃなくて、エンゲージメント上げようということですんで、まあ、少ないフォロワーでもいいからしっかりと、自分のことをフォローしてもらう。例えば旅行好き、このアカウントは、まあ、山さんの30秒旅ログってコンセプトで、まあ、旅好きな人を集めたいんですよ、要はね。で、旅行好きな人だったら、もうこのアカウント見た時に絶対フォローしてくれるだろうっていうような受け皿を万全に作るわけですよね。まあ、実際にうちはこういう感じでやってますよね。まあ、画像にこういう文字を入れてやってるんですけど、これ本当にキャンバとかでうちやってるんですよ。まあ、フォント文字入れが今までは主流だったんですけど、最近はキャンバってね、まあ、無料で文字入れるアプリがあって、これスマホでちょちょんってやったらできます。今みたいなデザインとかも本当5分かかるってできます。そう。だから、まあ、キャンバはね、結構テンプレート数多いので、まあ、こういうので、まあ、やってるわけですね。だから、ちゃんと、プロフィール文、まあ、大事なのは、プロフィール作って、このプロフィール文章ですね。ここもめっちゃ重要だったりします。プロフィール文章をしっかり整えて、それでしっかりとフォローしてもらえる投稿を揃えておくっていうのがめっちゃ重要。やっぱり、インスタグラム見てくれても、アイコン見て、プロフィール見て、ほとんどの人は0コマ何秒でもう離脱します。離脱します。あ、もうこの人興味ないなって思われちゃうわけですよね。じゃなくて、しっかりとアイコン見て、プロフィール見て、もう投稿まで見ないです。もうそこまで見てフォローするかどうかってある程度人って決めてるんですよ。だから、このプロフィール文っていうのはしっかり整えておく必要があります。ここも一個ポイントですね。はい。で、ここに関しては、もちろんうちの場合は、まあ、うちの生徒さんとかだったらね、初回コンサル一緒にそのインスタントプロフィール文もコンセプト一緒に作らせていただくんですけど、やっぱインスタグラムもこのコンセプト力、世界観なわけですよ。あなたは、このインスタで何を発信したいのかってことなんですよ。で、一つも皆さんにポイント今日言っちゃいますけども、〇〇の人のための〇〇専門家ですよね。プロフィールに書かないといけないのは。ね、腰痛に悩んでる人のための自宅でできる簡単エクササイズの専門家とか、僕だったらもう、あれですよね、企業副業したい、まあ、もしくはフリーランスになりたい人向けの SNS 集客の専門家とか、まあ、そういう感じですよ。
もう簡単に言うとそれが最低限入っててほしいって感じです。だからもし、まあ、コンセプト本当はちゃんとね、作るには手順があるんだけど、今日まず皆さんがね、できることとしては、まず〇〇の人のための〇〇専門家、これをもうインスタグラムのプロフィールにもう入れといてくださいと。はい、いうことですね。で、実際このアカウントを見たときに、まあ、ちょっとね、上級編のやり方になるんだけど、インスタグラムのですね、ビジネスアカウントにすると、このインサイトってのが見れるんですね。インサイトってのが見れます。まあ、言葉は難しいんで覚えなくていいですけど、ここのインプレッションってのを見てほしいんですけど、まあ、これって実際今8000フォロワーぐらいのアカウントなわけですけど、30日間で、これね、67,549 人の延べの人たちに見られてるってことなんですよね。見られてる。で、逆にこれは、まあ、僕が大体半年間ぐらいかけて1万ぐらいまで持ってったアカウントなんですけど、このアカウントも実際インサイト見てみると、1ヶ月間のインプレッション数、まあ、延べの視聴回数ですね、101,847 件と、まあ、いうように、まあ、1ヶ月間で10万人の人見られてるわけですよ、延べね。で、1ヶ月間で10万人の人、10万 PV ですよ。稼げるって、まあ、普通にすごくないですかって話ですよね。まあ、ブログ集客とかだったら多分ありえないぐらいのレベルだと思います。これが、インスタグラムとかだと、できるんですよ。皆さんでもね。だから、こう、そりゃ確かにね、インスタグラム集客できそうだね、多分思っていただけたと思うんですけど、さらに言うと、インスタグラム、だいたい始めて、まあ、うちのやり方でやると、まあ、だいたい2ヶ月目ぐらいで、まあ、2000から3000フォロワーぐらいまでは、ゼロから始めても狙えるんですけど、じゃあ、3000フォロワーから4000フォロワーぐらいいる人たちのアカウントで、業種によっても異なりはあるんだけど、基本的に3000フォロワーの人が、じゃあ今日夜1投稿するとするじゃないですか。そしたらその投稿が、何人の人に見られるのかっていうのは、これはある程度ね、標準のデータがあります。これぜひ皆さん知っておいてほしいんですけど、まあ、最低3000フォロワーか4000フォロワーぐらいいる人だったら、まあ、1投稿してある程度エンゲージメント高かったら、まあ、5000人ぐらいには見られるわけです。それはもちろん、インスタグラム内で自分のことをフォローしてくれてる人も、自分のとこ見てくれるし、さらにそれがおすすめに載ったりとか、ハッシュタグの最近のとこに載ったりとか、あなたのおすすめに載ったりして、なんだかんだで 5000PV ぐらい稼げるわけですよね。ってなると、インスタグラムで僕ね、ただ今当たり前に 5000PV 稼げますよって言ってますけども、5000人ってどれぐらいすごいのかっていうと、これぐらいすごいわけですよ。5000人コンサートって皆さん行ったことあります？これ東京のね、両国の国技館のですね、コンサート会場の、実際のこれは映像、僕は映像じゃないわ、画像を引っ張ってきたものなんですけど、5000人ってこのコンサート会場を埋め尽くすくらい、まあ、横浜アリーナでも大体6000人ぐらいですよね。埋め尽くすぐらいの人たちに、今日、例えば夜皆さんがポーンってちょこーんってインスタグラム投稿したら、これぐらいの人に見られるわけですよ。それは確かにインスタだったら認知獲得できるよねって話ですよ。だからもうインスタグラムやらない手はないわけですよ。これぐらいのやっぱ効果があります。だから何度も言うように、10人の人にしか見られてないのか、100人の人に見てもらえているのか、これぐらいやっぱ違うわけですよね。だからやっぱインスタグラムで認知を拡大する。仮にもし皆さんが少ないフォロワー数であっても、仮に1000フォロワーのうち、たったですよ、3% があなたの商品に、興味を持ってくれたらどうですかと。で、1000フォロワーのうちの 3% だと、かける30、まあ 0.3 ですよね。あ、0.03 ですよね。まあ、30人に見られるわけですよね。ってなると、30人の人が、例えば、あなた自身の売ってる商品、まあ例えば、まあ単価1万円だったとしましょう。だったら、1万かける30人で、まあ30万稼げますよねって話になるわけですね。で、もちろんそれが単価がね、まあ高額商品で販売していきたいとか、まあ10万とか20万ぐらいの商品で販売していくってなると、まあもちろん、制約率が下がってくるんですけど、まあそれでも全然、1000フォロワーいて、そのうちの 1% の人が、例えば20万円とか30万円の商品を買ってくれたってなっても、1000人の 1% って10人いるわけですから、10人がその20万円の商品を購入いただけた、まあ売上月収200万円になるわけですよ。まあ1ヶ月で買っていただけたね。っていう風な話になりますんで、じゃあ毎月1000フォロワーずつ増やしていけば、それぐらい売上が上がる見込みってあるよねと。それが、うちの学科生が、なんで少ないフォロワーでも売り上げをしっかりと上げているのかっていう、そのからくりです。で、もちろんその過程ではね、もちろんインスタグラムから LINE にお客さんを集めて、しっかりと LINE で信頼を構築していかないといけないって話があるんで、そこはまた明日話しますけども、基本的には、こういう感じです。で、あとね、さっき僕、倍いらないよって言いましたけど、山川さんとかも基本的にこういう感じです。画像にね、こういう文字を入れたりとかやってますけど、やっぱ基本的に統一感はしっかりと守ってほしいっていうのがあるんですよ。で、インスタでですね、これね、もう、本当に僕ね、もうめっちゃ生徒さんにもね、ずーっと言い続けてるんですよ。もうずーっと2年前から言い続けてるんですけど、インスタグラムね、もちろん僕らの真似をして、画像に文字を入れるってやる人はもうめっちゃ増えてきたわけですよ。だけど、全然うまくないんですよね。うまくないって別にディスってるわけではなくて、統一感がないんですよ。統一感がね。実際ちょっと見てほしいんですけど、まあ一番、まあこういう簡単なやつは、もう、
例えばこれ天野さんってね、女性の方なんですよ。まあ、大体半年ぐらいで1万フォロワーいったことで、この方とかやっぱいいですよね。こういう感じでもう色でちゃんと統一してる。色でちゃんと統一してるから、まあ、ちょっと文字はね、ちょっと言っちゃ悪いけど、別にそんなめっちゃおしゃれじゃないんですよ。でも、これで1投稿600人とかついてましたからね。で、1万フォロワーいって、で、このアカウントで、この人風水建築士やってる人なんですよ。まあ、一級建築の資格持ってて、風水のコンサルをこれから引っ越ししたい方とか、法人を移転、事務所を移転したい法人さんに対してやってた方で、結構単価30万ぐらいでやってた方なんですけど、月にだいたい最高月収400万ぐらい。で、さらに、すごいのが、でこれ結構面白いんですけど、このインスタグラムがね、8000フォロワーぐらいの時に、TBS のね、ディレクターの人がこのアカウント見つけて、今度ヒルナンデス出てくれませんかみたいな。で、そこで一部ちょっとね、天野さん特集されて、芸能人のマイケル富岡さんの、1億円豪邸を、風水一級建築士の天野さんが、辛口評価しますみたいな。まあ、なんか15分ぐらいなんか尺で、出たんですよね。そうそうそう。っていう風に、テレビ取材もインスタグラムで獲得することもできると。まあ、これは絶対じゃないですけど、まあ、たまたまですけども、まあ、面白いですよね。っていう風な、やっぱ発信が、やっぱインスタグラムにやっぱりするだけの可能性がある。で、最後にちょっと見せますけど、うちが、まあ、うちのこれ実際学科でどういう内容をやってるのかっていうのも全部見せますけども、基本的には、まあ、ターゲット別のリプ戦術とか、ターゲット別いいね戦略だったりとか、ストーリー DM、最新 DM 戦略とか、ストーリーオプト戦術、アカウント体制テスト、リール拡散、まあ、ちょっとこれだけ見ると多分わけわかんないと思うんですけど、まあ、この全14台テンプレートですね。これに基づいてうちは、やってもらってます、生徒さんにはね。で、今日はね、実際にこのターゲット別のフォロー申請っていうのを、まあ、どれぐらいの時間がかかるのか、で、僕がどういうふうにやってるのかって、超実際に画面共有してお見せさせていただくんですけど、今日はね、この14台テンプレートのうちの、これか、この9つ目ね、9つ目のターゲット別フォロー申請メソッドっていうのをちょっと僕が実際にやってみせます。で、実際にですね、フォロー申請ってめっちゃ時間かかるんじゃないのと、まあ、思われる方もいらっしゃると思うんですけども、それについてね、今日はちょっと検証していきたいと思いますので、画面共有ちょっとさせていただきます。はい。で、まあ、インスタグラムまず開きます。で、基本的に皆さんも、まあ、フォロー申請とかね、コメント回りするときは、まあ、基本的にまず虫眼鏡マークを押しますね。虫眼鏡マークポチッと押して、で、この検索窓あるじゃないですか。で、この検索窓で、まあ、僕だったら例えば猫ってやりますよ。猫に興味ある人がターゲットのアカウントなんで、まあ、猫って検索します。まあ、皆さんだったら別にフリーランスと起業、ダイエット、ね、痩せたいとか、なんかまあそういう感じ、腰痛とか、そういう感じでまあ人間関係とかね、まあ、調べていただければいいんだけど、基本的には自分のお客さんが検索しそうなワードを検索します。で、自分のお客さん、まあ、タグでまあ調べるわけなんだけど、この猫の投稿がいっぱい出てくるわけじゃないですか。猫のタグで絞るとね。で、例えばこの投稿に、これね、いいねしてる人っていうのを、ここクリックすると見れるわけですよ。この投稿にいいねしてる人ね。で、この人たちっていうのは、ね、猫に興味があるかないかで言うと、まあ、あるわけですよね。猫ちゃん、私猫嫌いですって人は別に猫の投稿にわざわざいいの押さないと思うんで、サイコパスじゃない限りはね。っていうところで、ここのところにいいねしてる人に、こうやってね、ポチポチってやっていくわけですよ。これでポチポチってね、ポチポチってやっていくわけですよ。はい。で、じゃあ実際に今日ちょっと時間計って、まあ、全部100はいかないけど、まあ、30人ぐらいちょっと僕は実際フォローしてみるんで、まあ、何分ぐらいかかってるのかちょっとストップウォッチで測りながらやってみます。実際30フォローって何分ぐらいかかるのと。じゃあいきますよ。用意、スタート。まあ、今、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10。20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、OK。はい。で、どうかっていうと、まあ、だいたい28秒くらいと。僕が今30秒、まあ、ちょっと手こずりましたけど、30人ポチポチフォローボタンを押して、かかった時間28秒ですよね。まあ、だいたい1フォロー1秒以下でできるので、まあ、1日100フォローするときは、アクションブロックっていうのはたまにかかることがあるので、100人一気にやらないでほしい。30人フォローを1日3回に分けてやるか、もしくはもう1日50までにしといて、25、午前中25フォローして、夜25フォローして、まあ電車の移動時間とかに。まあでも、1分かからないわけですよ。だから、朝起きて皆さん歯磨きますよね。歯磨きながらその3分間にポチポチしたりとか、ぶっちゃけトイレしながらでもできますからね。トイレ、携帯をね、便器の中に落としたら大変だけど、まあ、それ気をつけてもらえれば、まあ、トイレしながらでもできるし、電車移動時間でもできるし、隙間時間でもできると、まあ、いうことになるので、
こういうところやっぱコツコツ継続するっていうのはすごい重要です。まあ、それ以外にもね、もちろんストーリー DM だったりとか、まあ、インスタグラムからしっかりと大量にラインアウトに誘導していくための方とか、いろいろ、あるんですけども、ただですね、この14個の内容の工程っていうのを全部毎日やるって結構やっぱ大変だったりするわけですよね。大変だったりする。だから、実際に簡単ではあるんですよ。簡単ではあるんですけど、この内容全部ちょっとやるのが難しいと。いう場合は、もともとこのテンプレートってうちの学会しかお伝えしてないやつなんですけど、難しいという場合はですね、ね、投稿のデザイン整えて、デザイン性、ストーリー DM やって、DM 戦略やって、フォローしてコメント周り100件やって、結構やっぱ慣れるまで大変だったりするので、まあ、うちの学科ではですね、最新カリキュラムではですね、SNS の運用も、3ヶ月間、まあ、うちのね、弊社のプランナーが、ま、代行しますっていう、プランというの特典もうちはつけてます。なので、イメージとしては、まあ、大人企業専門学校、次は6月からね、うち開校なんですけども、SNS の運用も3ヶ月間ね、特典として、ついております。だこれはね、やってるところでうちだけなんです、この業界で。スクールで SNS の運用は、うちのアカウントプランナーがやりますよと。だもう、うちに完全丸投げでやってくれると。いうのは結構業界初のカリキュラムで、いわゆる、まあ、インスタグラムの運用は、まあ、弊社に僕らに任せて、そのやり方を皆さんは見ながら、実践ベースで、日々の講義では、その LINE の配信とか SNS のストーリーの使い方とか、あとは営業とかそういうところを学んでもらって、それで4ヶ月目以降は、それを元にして、自分で、過去のアカウント、うちのアカウントプランナーが作った投稿を元にして、自分でやっていくことができると。いうことなんで、やっぱ最初のですね、インスタグラムでも、初動の全くのゼロから2000、3000の壁を超えたら、あと結構楽なんですよ、インスタってね。だけど、そこまで行くのにめっちゃ時間かかるとか、なかなかそこまで行くのにアカウントの統一感がこうしてとか、やっぱどうしても難しいだったりとか、どうしてもやっぱ1日100フォローとか、わかるんだけど、なかなか時間が全部は取れないとか、っていう場合とかは、もう全部それをうちがやりますと。で、その空いた時間を使って、講義とかをしっかりと学んでいただいて、で、その間もフォロワー増えていくわけですよね。で、まあ、うちの大人って今3ヶ月間なんですけど、3ヶ月終わった後は、じゃあ自分でいよいよやっていくか。でも気づいた時にはもう3000フォロワーぐらいあるから、結構フォロワーも増やしやすいわけですね。まあ、っていう感じで最初はもううちに任せていただくっていう形も、まあ、うちの大人の学科生でね、まあ、入学していただいた場合は、まあ、可能ですと、まあ、いうことになりますね。